あれはとっさ的にやったのかどうなのか誰も触れてくれなかったよく見てありがとうございます、はい、あれは計画はしてないです突然、はい、突然で吉村選手、はい、14番の吉村選手のところの子供が生まれたんで、はいはい、もうとっさでしたねとっさにとっさでしたし、はい、あのゲームの状況ではそういうやってそういう感じではなかったなかったけど頑張ってやったっていうのが真相ですかねとっさだけどもとりあえずでもお祝いしたい気持ちもあるしかなり厳しいあのゲームの内容だったのでそう、アキラがね一人いない状態でとっさにやったそうです選手がなんかポカーンとしてなっちゃうのかなどうしたどうしたじゃあ他に例えばある方どうですかかなりいきなり怖な質問来ましたもんねどうぞどうぞまでサッカーをやってて一番嬉しかったことは何ですか嬉しかったこと今までですよ今までうんやっぱりあの僕優勝したっていうのがプロではまだないんですけれども、はい、あの高校サッカーで全国1位になったんですよ、はい、全国制覇したんです、はいやっぱりその優勝っていうのが一番嬉しかったね。あうん、ね、その高校レベルが違いますけども、はい、プロ。まあ、だからさっきからお話聞いてる限りはやっぱりこうチームでやっぱり戦ってるっていう意識がすごく強いから、うん、やっぱりチームで勝ち取るものっていう ね個人タイトルとかじゃなく、もちろん自分でね、手を取ったりね、はい、そういうのも嬉しいです。はい、優勝っていうのはやっぱり一番嬉しい。そうですね、一番ってことですからね。そう、やっぱりチームプレーであるからにはね、そう本当に一番。でもそれが今年やっぱり見えてるわけですからね。そうです。